8月2日船堀3丁目の朝日信用金庫船堀ビル内に新型コロナウイルスワクチンの新たな集団接種会場として江戸川区ワクチン接種センターを開設しました。こちらの会場ではロビーやホールなどを使用し、医師や看護師が50名程度常駐、1日あたりおよそ600人のワクチン接種が行われています。区では10月末までに希望するすべての方に接種できる体制を整えてきましたが、7月末までのワクチン供給量は区が希望する4割程度となっており、供給が不安定な状況が続いていました。しかしこの度、国から当面のワクチン供給量が示されたことから、8月分の予約枠を新たに追加しました。今後はワクチンの供給量に合わせて順次予約受付を行う予定です。空き状況については江戸川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターまたはワクチン接種予約サイトでご確認いただけます。なお個別接種については区内のおよそ250の医療機関で行っています。ご予約は各医療機関へ直接お問い合わせください。区では引き続き江戸川区医師会や民間企業などと協力し、すべての区民が身近な場所で安心してワクチン接種が受けられる体制の整備を進めてまいります。